ポートランドストリートカーはアメリカオレゴン州の郡庁所在地であるポートランド中心部を走る路面電車。専用軌道が多い郊外鉄道であるライトレールとは異なり、都心の平用軌道を走行するストリートカーと呼ばれる旧来の路面電車と同様の構造を採用し2001年に開業して以降の高い実績はアメリカにおける路面電車計画に大きな影響を与えた。 路線はポートランド市が所有する一方、列車の運営はトライメットが管理は PSI によって行われている。アメリカ合衆国では1981年に開通したサンディエゴトロリー以降、長距離の専用軌道を有し、都市部と郊外を結ぶ都市旅客鉄道であるライトレールの建設が各地の都市で行われた。 ポートランドでも1986年に開通したトライメットが所有するマックスという愛称のライトレール路線が多数の乗客に利用されている。一方、それ以前からアメリカに存在していた都市部の平洋軌道を主体とした旧来の路面電車はストリートカーと呼ばれ区別されており、1976年に開通したデトロイトの路線などそのほとんどが PCC カーをはじめとした旧型電車やそれらをもとに製造された車両を用い、休日や日中など特定の時間のみ運行する保存鉄道や観光鉄道の趣きが強いものであった。ポートランドの市街地北部にあるパール地区の再開発にあたり、1940年代に廃止されたポートランド市内の路面電車を復活させるという案が1988年に、 出された際も、旧型電車を元に作られたレプリカを導入することが計画されていた。だが1995年に路面電車の管理を行う非営利公益法人である PSI が設立されるにあたり、定員増加や導入費用、バリアフリーの観点から計画が見直され、超低小電車が走る近代的な路面電車とすることが決定した。 路線建設は1999年に始まり、ライトレールであるマックスと異なりほとんどの区間が併用軌道として従来の道路上に付設された。またレールに関してもライトレールよりも規格が小さいことから断面寸法や重量を抑えたものを用い、建設費用を削減した。車両については、チェコのシコダトランスポーテーション製の車両を7、編成発注した。 これらのプロジェクト全体の費用のほとんどは地元から支出されたもので、連邦政府からの補助金は500万ドルのみであった。最初の路線である、ポートランド州立大学やパール地区、レガシーグッドサマリタニ医療センターを経由する環状線が開通したのは2001年7月20日で、これがアメリカ合衆国における第二次世界大戦後初のストリートカーの新規路線となった。 都市中心部の公共交通を担う路面電車の計画が本格的に始動した1990年代後半以降パール地区の発展は急速に進み高層マンションや店舗が多数立ち並ぶようになった沿線への投資額は35億ドルを超え1万戸以上の住宅や床面積50万平方メートル以上のオフィス多数の商業施設やホテルが開業し ストリートカーを軸とした再開発事業はアメリカにおける都市再開発のモデルとみなされるほどの大成功を収めた。路面電車の利用客についても開業前の1997年に想定されていた2700から4700人を超え2001年9月の時点で毎日6000から8000人の利用客を記録するに至った。 これらの功績が評価され、2005年に、ポートランドストリートカーは、優れた都市開発に贈られるルディブルーナー賞の金賞を獲得した。2004年以降は、リバープレイスやムーディー・アベニューなど、ポートランド南部への路線延伸が続き、現在のノース・サウスラインにあたる、総延長 6.53km の路線網は2007年4月までに開通した。一方、 オレゴンコンベンションセンターやオレゴン科学産業博物館が存在するポートランド東部へ向けた路線建設も1997年から計画されており2009年4月から建設が開始された。これに際し2009年2月に制定されたアメリカ再生斎藤司法に基づき政府から7500万ドルの補助金が授与された。 そして2012年9月にセントラルループサービスという愛称で北部の路線が開通し、続く2015年9月に残る南部の路線が開通したことで系統が再編され、2019年現在まで続く3系統による運行が実施されている。ポートランドの都市鉄道の路線図ポートランドストリートカーの路線は黄緑、赤紫。 水色2019年現在、ポートランドストリートカーでは、以下の3系統が運行している。運転間隔は平日、土曜の朝晩及び、日曜、祝日は20分、平日、土曜の日中は15分間隔であるが、平用軌道を走行する、関係上、道路の混雑状況によって、ダイヤに乱れが生じる場合があるので利用の際には、注意を要する。 ポートランドストリートカーで最初に開通した路線を含む系統。NS ラインとも呼ばれ、ウィラメット川西部の路線を走行する。ノースウェストにサードマーシャル電停とサウスウェストローウエルボンド電停を起点としているが、路線の大部分が一方通行の単線であるため、行き先によって経由する電停が異なるほか、夜間の一部列車は区間運転を実施する。 ポートランド中心部を流れるウィラメット川を、平洋軌道を用いた橋梁でまたぎ、川を挟んだ東西の要所を結ぶ、環状系統。時計回りに運行する A ループと、半時計回りに運行する B ループが存在し、南部の区間を除き走行する線路や停車する、電停が異なるほか、A ループ B ループともに、区間運転を行う列車が存在する。開業以来、 ポートランドストリートカーでは三車体連接式の部分、超低床電車が使用されており、塗装は編成によって異なる。これらの車両は、機関が共に、標準機であるライトレール路線の MAX への乗り入れが可能で、ティリクムクロッシングでは先に MAX の路線として、付設された線路の上を走行する。その一方、ックスで使用されている車両については、曲線半径や、 線路の規格の際により、ストリートカー区間への乗り入れはできない。シュコダ 10T、シュコダ 10T 開業に備え発注が行われたチェコ製の車両。シュコダトランスポーテーションとイネコングループの合弁事業の一環として製造が実施され、7編成が2001年から2002年にかけて導入された。 連邦政府からの補助金を用いずに製造することで、一定以上の部品を、米国企業製のもので賄うなど厳しい条件が、課せられる場合アメリカン法の対象にならず、安価での車両導入が実現した。イネコントラム12トリオイネコントラム12トリオ蒸気のシュコダ 10T の展開時に生じたシュコダとイネコン間の損失の不均衡をはじめとした意見の相違により、 両社の業務提携が2001年に解消されたことを受け、イネコングループが独自に設立したイネコントラムが、米国市場向けに展開を実施した形式。シュコダ 10T をもとに設計が行われ、2006年から2007年にかけて3編成が導入された。ユナイテッドストリートカー100、ユナイテッドストリートカー100、シュコダからのライセンス契約に基づき、 オレゴン鉄工所の子会社として設立されたユナイテッドストリートカーによってシュコダジューティーを元として製造された車両。バイアメリカン条項に基づいてアメリカ国内で製造された初の鉄道車両でもある。2009年に最初の試作車が導入された後、ウィラメットガー東部の路線開通に合わせ2012年から2014年までに6編成の量産車が導入された。 ディバティブルックビルエクイップメントコーポレーションがアメリカ各地に展開する部分超低小電車。本数増加に合わせ、2020年を目途に3、編成が導入される予定となっている。ヴィンテージトロリーサービス2001年から2005年まで、ポートランドストリートカーでは、トライメットが所有する旧型車両を模したレトロ調の電車が毎週末に、ヴィンテージトロリーサービスとして運行していた。 だが、車椅子での乗降に難があることや、リアルタイムで車両の位置が、検知可能な衛星検出装置に対応していなかったこと、さらにリバープレイス方面への急行埋走工事に、電動機を損傷する恐れがあったことから、2005年11月を、もって運行を終了し、車両はトライメットへ返却された。ありがとうございます。